しんちゃん、皆さんこんにちは。今日はみんなの日本語第43課の会話練習をしていきましょう。お金がなくなりそうです。私に100万ドン貸していただけませんか？お金がなくなりそうです。私に100万ドン貸していただけませんか？はい、いいですよ。でも来週返してくださいね。はい、いいですよ。でも来週返してくださいね。これから日本では結婚しない人が増えそうですね。ベトナムはどうですか？これから日本では結婚しない人が増えそうですね。ベトナムはどうですか？ベトナムも増えそうです。ベトナムも増えそうです。来月から電気の値段が上がりそうですね。あなたは知っていますか？来月から電気の値段が上がりそうですね。あなたは知っていますか？いいえ、知りませんでした。大変ですね。いいえ、知りませんでした。大変ですね。働きすぎたらあなたはどうなりますか？働きすぎたらあなたはどうなりますか？倒れそうになります。倒れそうになります。ベトナムで大学に行く人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？ベトナムで大学に行く人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？増えそうです。ベトナムは経済が発展していますから。増えそうです。ベトナムは経済が発展していますから。ベトナムで軍隊に行く人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？ベトナムで軍隊に行く人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？減りそうです。最近ベトナムは平和ですから。減りそうです。最近ベトナムは平和ですから。日本円はこれから高くなりそうですか？安くなりそうですか？日本円はこれから高くなりそうですか？安くなりそうですか？安くなりそうです。安くなりそうです。ベトナムで日本語を勉強する人はこれから増えそうですか？減りそうですか？これから日本語を勉強する人は増えそうですか？減りそうですか？増えそうです。日本で働きたい人は多いですから。増えそうです。日本で働きたい人は多いですから。ベトナムに来る外国人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？ベトナムに来る外国人はこれから増えそうですか？減りそうですか？どうしてですか？増えそうです。ベトナムは面白い観光地が多いですから。増えそうです。ベトナムは面白い観光地が多いですから。今日、あなたは嬉しそうですね。何かいいことがあったんですか？今日、あなたは嬉しそうですね。何かいいことがあったんですか？はい、母からお金をもらいました。はい、母からお金をもらいました。今日、あなたは疲れてそうな顔をしていますね。何かあったんですか？今日、あなたは疲れてそうな顔をしていますね。何かあったんですか？はい。昨晩、たくさん日本語を勉強しましたから。はい。昨晩、たくさん日本語を勉強しましたから。今日、あなたは寂しそうですね。何かあったんですか？今日、あなたは寂しそうですね。何かあったんですか？はい。先週、恋人と別れました。はい。先週、恋人と別れました。このセンターは古そうですね。いつできたんですか？このセンターは古そうですね。いつできたんですか？30年前だそうです。30年前だそうです。あなたのセーター、暖かそうですね。どこで買ったんですか？あなたのセーター、暖かそうですね。どこで買ったんですか？はい、ロシアで買ったんです。はい、ロシアで買ったんです。今日は暑すぎて私は頭が痛いです。どうしたらいいですか？今日は暑すぎて私は頭が痛いです。どうしたらいいですか？水を買ってきますから、ちょっと待っていてください。水を買ってきますから、ちょっと待っていてください。今日はいい天気ですね。これからあなたは何をしますか？今日はいい天気ですね。これからあなたは何をしますか？天気がいいので散歩してきます。天気がいいので散歩してきます。もうすぐハスの花が咲きそうですね。あなたも一緒に見に行きませんか？もうすぐハスの花が咲きそうですね。あなたも一緒に見に行きませんか？いいですね。ぜひ行きましょう。いいですね。ぜひ行きましょう。雨が降りそうだから傘を持っていこうか。雨が降りそうだから傘を持っていこうか。はい、お願いします。はい、お願いします。あなたは眠そうですね。どうしたんですか？あなたは眠そうですね。どうしたんですか？最近あまり寝られないんです。最近あまり寝られないんです。あなたのカバン重そうですね。どうしたんですか？あなたのカバン重そうですね。どうしたんですか？日本語の教科書と辞書が入っているんです。日本語の教科書と辞書が入ってるんです。皆さんお疲れ様でした。バイバイ。